石山穂の香は、テレビ新広島のアナウンサー。大阪府水田市出身。父親は、漫才師の大木小玉。母親は海原沙織、うなばらさおり、しおりのうなばらさおり。姉は、フリーアナウンサーの西山歌手者。穂の香の由来は、1992年札幌賞。日本ダービー優勝馬美穂のブルボンで、親が名付けた。中高6年間。 新体操部に所属。同志社女子中学校、同志社女子高校を経て、同志社大学社会学部メディア学科。ミスキャンパス同志社2013ファイナリスト。2015年4月、テレビ新広島入社。2015年5月16日、テレビ新広島開局40周年記念特番。ここから。全力応援祭りスポラバイスピーカープ祭りじゃ。西山ほのかが。 カープ優勝祈願のため野呂山白いとの滝に打たれる様子が VTR で流れた。2015年、キヌガサリ大 TSS アナウンサーと漫才コンビ TSS ギャルズを組み初漫才を披露。以後も何度か、キヌガサアナと TSS ギャルズとして漫才を披露している。2017年9月18日、カープがセリーグ優勝を迎え、神戸でビールかけ、リポーターを務めた。 2018年3月30日 TSS みんなのテレビ最終回を木野笠アナと MC を務めた TSS 西山アナ今年は動く思いを込めて感動を届けますデイリースポーツ2018年3月30日閲覧ミスキャンパス同士者2013特集西山ほのか美学生図鑑美学生図鑑2018年3月30日閲覧 テレビ新広島、西山アナ、と、大木小玉さんと共演へ4月改編金曜、夕方のスーパー中継で、サンケイウエスト2018年3月26日、AB、西山ほのか TSS テレビ新広島、アナウンスルーム、TSS テレビ新広島、2018年3月30日閲覧、AB、 西山ほのかミス同士社ファイナリスト MISSCON.jp 大学ミスコンポータルサイト MISSCON.jp20132018 年3月30日閲覧西山ほのかブログテレビ新広島2018年3月30日閲覧西山ほのかアナウンサーブログ2017.0923ビールかけ TSS テレビ新広島2018年3月30日閲覧 TSS テレビ新広島 FacebookTSS テレビ新広島2018年3月30日閲覧ありがとうございます。